時は岩佐美咲の軽快なトークでお目覚めください。さて気がつけばもう7月の1日ですね。早くないですか。下半期へと突入したわけですけれども、2018年半分終わっちゃいました。ちょっとすごく焦りませんか。何に焦ってるのかって言われたら全くわからないんですけど、何でしょう、意味もなく来る焦りは何なんですかね、これ。でもね、私ね、最近占いの本を友達にプレゼントしてもらって、なんかそれがまあ統計学みたいな感じなんですかね。占いっていうよりは生年月日とか、こういろんな自分の数字を足していって出た数字でなんか割り振られてるんですよ。私は銀のイルカっていうなんかに割り当てられたんですけど、だから銀のイルカ金のイルカっていうのもあって、なんだろう、他のあれわかんないけど、多分、ね、猫とかクマとかなんかそういう感じで、わかんない、猫とかクマないかもしれないんですけど、そういうのがね、まあ、分けられるんですよ。でその人の本っていうのも丸々一冊あるんですよ、それぞれに。でゲッターズ飯田さんだったと思うんですけどの本を友達もらって、で読んだら、私銀のイルカなんですけどね、すごい2018年運気がめちゃくちゃいいって書いてあったんですよ。怖いぐらい何もかもうまくいきますって言われて、で特にいいのは下半期って書いてあったから、やばーと思って、なんかちょっとねワクワクしてます。なんか嬉しい。実際ねわからないですよ、いつもと変わらない半年だったなって思うかもしれないけど、嬉しいとまた違うのかな、なんか焦りがねちょっと半減するんですよ。ありがとうございますっていう感じで、その本をですね本当に熟読します。ではまずはご挨拶代わりに1曲お届けしたいと思います。岩佐美咲の新曲でお目覚めください。佐渡のオンレコ、惚れた男に